平野紫耀の新グループ、ナンバー・ア期待のデビュー曲制作に大物アーティストの参加が囁かれる。10月15日、滝沢秀明氏の新事務所、戸べ、で新しいグループ、ナンバー・アとして活動することを発表した平野紫耀26、神宮寺裕太、25、騎士裕太、28。 キングプリンスコーオップの脱退後、新たなステージに向けて彼らが歩み始めた。今後の彼らの動向には注目が集まっている。ナンバー・アイのデビュー曲は大物アーティストが手掛ける以前にはジャニーズ JR として活動していたイムップが飛べから3作品をリリースし、元 V6 の三宅健も1曲をリリースしている。 イムップが先行してリリースした中、騎士の参加を踏まえて、いよいよナンバーアイのデビュー曲にも注目が集まっている。グループでの活動を発表した彼らのデビュー曲について、音楽雑誌編集者はこう語る。彼らのデビュー曲は間違いなく力作になるでしょう。イムップへのクルージン。 では韓国の BDS ジミンが楽曲制作に関わり、三宅県の楽曲も若者から指示を受けるシラップが手掛けました。ナンバー I もその期待に応えることでしょう。戸部は滝沢秀明氏率いる事務所であり、ジャニーズ出身者が多く在籍している。そのため、彼らのデビュー曲もジャニーズの伝統を受け継いでいる可能性が高い。 これまでのジャニーズグループのデビュー曲を振り返ってみると、少年隊、仮面舞踏会、スマップ、キャーントストップラビング、トキオ、ラブユーオンリー、V6、ミュージックフォーザーピープル、キンキキズ、ガラスの少年、嵐、エイロシー、タッキー翼、ツバサハタチー、ニュース、ニュース日本、カンジャニエート、波花色ハブシ、キャトタン、リアルフェイス、平成ジャンプ、アルトラミュージックパワー、 キスマイフトに、エブリバディーゴー、セクシーゾーン、セクシーゾーン、A, B, C, Z, ザ A, B, C, ケラゴストーズから、ジャニーズベスト、A じゃないか、キングプリンス、シンデレラガール、スノーマン、D, D, シクストーンズ、イマテーションレイン、何は男子、初心ラブ、ウブラブ、トラビスジャパン、ジャストダンス、ガール。音楽雑誌編集者はさらに語る。 キンキキズのガラスの少年は山下達郎さんが作曲し松本隆さんが作詞を手掛けました。何度も手が入れられたエピソードもあります。最近ではシクストーンズへの今テイションレインでは吉木さんが作詞作曲編曲を担当しました。一方、キングプリンスへのシンデレラガールは50曲から選ばれた1曲でコンペ形式で選ばれたものです。 耳に残りやすいメロディーラインが多く、デビュー曲としてのインパクトを意識したものでしょう。前での音楽雑誌編集者。さらに、彼はこう続けた。ナンバー・ I のデビュー曲もきっと力を入れて作られるはずで、大物アーティストが作曲に関わることも期待されます。その大物アーティストとして囁かれているのが、以前にキングプリンスに一歩楽曲を提供したクレバである。 以前、キングプリンス時代に、一番という楽曲を提供したことが話題になりました。ファンの間では今回も関わるのではないかと囁かれています。平野さんがインスタグラムに投稿したスニーカーがクレバさんとのコラボスニーカーであったことや、クレバさんが飛べのアカウントをフォローした後、解除したことも話題となりました。 事前の情報漏えいを避けるための行動だったのかもしれません。また、ナンバーアイというグループ名もナンバーワンでオンリーワンを意味するものであるとされています笑い、スポーツ紙記者団。平野自身も過去に一番に対して深い思い入れを示しており、アルバムでのリードする姿を表現したいという話をした時、時私はクレバさんの大ファンでした。 そのため今回のイメージにぴったりだと思い、みんなと相談した結果、実現しました。仕様、キングプリンス公式 X より、ヒットホップ調の一番は当時のキングプリンスをとしては挑戦的な一曲でした。高難度のダンスも含まれ、ダンサーたちからも高い評価を得ていました。また、 彼がジャニーズに直接楽曲を要請したマジックタッチも同様に従来のジャニーズアイドルのイメージとは異なるヒップホップの要素を取り入れた楽曲です。彼らはジャニーズ事務所を離れ、とべに移籍することでより自らのやりたいことを追求することができるようになったでしょう。 彼らのデビューシングルは王道のアイドルソングとしても世界的な影響を持つクールな曲としても確実に売れることが予想されます。彼らがどのような姿を見せてくれるか今後の展開が楽しみです。